はい、一郎です。今日はね、川口にいます。また変わった自動販売機あるみたいなんで、これです。オンライン限定特別仕様のレトルトカレーって書いてある。ほら、じっくり煮込んでほぐした牛肉と炒め玉ねぎの旨味が取り込んだソース、ほぐし牛肉のカレーソテーオニオン、欧風カレーカリーローか、料理好きの男性のこだわりが詰まったような欧風カレーだって。ハウス、ちょっとこれ買ってみたいな、うん、どうでしょう。前ね、この自販機焼き芋を売ってたんですよ。ちょっとね、そんな変わった変わり種の自販機なんで、はい、まあ飲み物もね、そう、こういうお茶、なんかね、安いお茶。あ、でもドデカミ100円セールって書いてある。え？夏季限定だから夏季だけ。そうね、だってほら、さつまいもミルクとかこのスコールも売ってるよ、愛のスコール。お茶買うならこれがいいんだ。あ、で、下もサイダーとかも、こんな缶って難しい、うん、なんかマニアックだよ。え、マリサのビタミン、うん、そうだ、こういうの売ってんだよ。じゃあ俺だ、これを買ってみます、はい、よし、買える、いきます。すごい、1000円だ。ほら、ほんとだ、買えた買えた。違う、お釣りを。はい、こんな感じになってます。あ、書いてあるじゃん、カレー。こんな感じになってる。あ、いいですね、うん、結構中辛1人前。うーん、いっぱい入ってそう。うん、200g 入ってる。結構たっぷりだ。うん、だから俺だもん、500円だから。あ、すごい、高級品だね。はい、じゃあ家帰って食べてみようと思います。家に帰ってきましたので、川口のね、自動販売機で買った欧州風カリー温めたんで、これが食べていこうと思います。こんな感じですね。はい、じゃあちょっといただきたいと思います。あ、いい香りしますね。うん、辛い、中辛一人前。辛くはないですね。あの、ほぐし牛肉のカレーで、肉が、そう、ほぐされてて、うん、なんか、お肉の味わいがすごい。うん。もう、食べた瞬間、なんか肉って感じ。うん。カレーですよ。カレーなんですけど、中辛って言ってもそんなに辛くはない感じです。じっくり煮込んで、ほぐした牛肉と、炒め玉ねぎの旨味が溶け込んだソースに、香り高いスパイスが入ってるんだ。うん、だから、うん、玉ねぎが、うまみが溶け込んだソースだから、うん、そこまで辛くない。うん。うん、牛だ。そう、牛なんだよ、これ。牛の味わいがすごい。結構する。うん。うん。うん、あ、美味しい。うん、美味しい。前ね、焼き芋が売ってたところの代わりがこれになってたんですよね。うん。あ、これ美味しいね。瓶に入っててね。自販機だから瓶に入ってまして、うん。まあ、見た目のパッケージちょっと黒くてね。なんか大人っぽい感じするけど。そこまで辛くないし。食べる。牛肉好きな人にとっては。そうだね。これはいいカレーだなと。牛を感じる。思いました。川口の駅から、まあ5分もしないと思うんで。自動販売機で。うん。ぜひ。買ってみてはいかがでしょうか。本日の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。